こちらのノーグッドの方が不正に使われている、どうも。2月3日から始まったこの1週間、宮脇チャンネルカッコ仮はなんとドドーンと YouTube のチャンネル登録者様が1万6000人を突破しました。ありがとうございます。バーン祭りによってチャンネル登録者様どころかチャンネルそのものがゼロオフになってしまいましたが、そこからコツコツと、そして着々と日本の正常化を目指している仲間が増えていると実感する今日この頃でございます。そんなお仲間の一人、日本のオーストラリアと私が勝手に呼んでいる四国方面からこんなものが届きましたので、その模様をご覧ください。でんでん、12-13センチはあるでしょうか。高知の名産の文旦を送っていただきました。この森本さん、地元の高知新聞に投書をなされ、それが見事採用、おめでとうございます。民意は一つではないと題して、世界一危険とされる普天間飛行場から辺野古への移設、これについて今県民投票をやろうとしていますが、この県民投票の民意が大切なのか、それとも県知事選が大事なのかというよりは、それぞれの市議会議員、また市長選挙、こうした民意もあって、民意は一つではない。さらには県民投票の結果が出たからといって、これに法的効力はナッシングにもかかわらず、税金を使って県民投票をやる意味はあるのかなと森本さんは問いかけます。まあ、ところが後日これに対する反論が載っていたそうです。まあ、でもね、いずれにしろ議論があるというのは素晴らしいこと、そして新聞の論調がこんな人たちだったとしても、中にいる記者一人一人は実はこんな人たちばかりではありません。なので、この日本のオーストラリア、高知県の森本さんのように自分の意見をね、まあ、例えば朝日新聞にバーカバーカではなく、カクカクしかじかでこれは違いますよと届けること、これも日本の正常化につながることと私は確信しております。日本のオーストラリア、高知県の森本さん、これからも頑張ってください。そして文旦ありがとうございます。さて、今回の増刊号はこう毎日お届けしていると見逃したよとかいう声もいただきまして、1週間こうねまるっと振り返るような企画があると嬉しいななんていうお声をいただきましたので、2月3日から始まる1週間を振り返ってみようと思います。まず2月3日はカルロス・ゴーンを見捨てたフランスというテーマで、あの日産を立て直したカルロス・ゴーンさん、こんな人たちの中には検察の暴走だとか国策捜査だなんつってね、陰謀論をぶちかます人たちもおりましたが、次々と明るみになるゴーンさんの不正蓄財とか不正流用とか、しまいにはフランスのルノーの方までルーブル美術館で行った再婚の結婚披露パーティー、これもルノーのこちらを使って行っていたんじゃないかとかいう疑惑をポロリ。さらにフランス政府としてルノー株のね、いくつかこう手放してもいいから、お願いだから日産さん行かないでなんつってね、必死に日産の引き止め工作にかかっております。技術力はもちろん、売上規模から言っても日産が独り立ちしちゃうことって十分に可能なので、ルノーからしたら何としてもしがみつきたい、抱きつきたい状態。そしてそれはもう経済ズタボロで、文字通りパリは燃えているか状態のオフランス、そしてそのマカロン、あ、失礼、マクロン大統領からしても日産がバイバイって言っちゃうととても困っちゃう。また一つこんな人たちの赤っ端が明らかになったのがこのゴーンショックなのです。翌2月4日は無慈悲な小野寺一則さん、この後に及んで未来志向でなんつって言っちゃう岩屋防衛大臣に対して、くぬくし抜けが的な感じで、もうねチェンジチェンジという声が高まる中、私はまだその時期ではない。というのは国会中継を見ていたところ、小野寺一則前防衛大臣がこの南国様に対する無慈悲な無慈悲すぎる質問、これはすなわち何かというと、一議員の立場だから鋭く追及できる、そしてそんな質問をした小野寺一則前防衛大臣はこちら、すなわち殿下の宝刀、これを抜くのはもうちょっと後でもいいかなというのが私の立場です。
ただまあこの小野寺五典前防衛大臣の質問に関してはほぼほぼ報道しない中。続けて2月5日の番組はこちら。押し紙朝日新聞の YouTube 番組やテロップで姑息な扇動活動中。これは厚生労働省による統計不正を説明しつつ即座に戦争をこんな感じで起こったよなんつってね、話がワープしちゃいやがんの。そんな気持ち悪さと、そもそも論で朝日新聞といえば押し紙、押し付ける紙、押し売りの紙と呼ばれる押し紙、交渉部数500数万部600万部近いよなんて言いながら実際は400万部を切る部数しかないなどと言われている朝日新聞が、この実売と発表部数との差について明確な答えを出していない中、厚生労働省の統計が不正だ、このまま行くと戦争になっちゃうぞみたいなことを言っていたんだ。おいおい朝日新聞さん、あなたにそんなことを言う資格はあるんですか。また厚生労働省もとんでもねえ野郎どもではございますが、彼らもきっとこう思っているのではないでしょうか。お前が言うか。同じく厚生労働省による統計不正を話題にしたのが2月6日の配信、俵総一郎さんの敗北宣言。俵総一郎さんがツイッターで、厚生労働省の不正とか出てるのに安倍内閣の支持率がなんで下がらないんだよ、わかんねえみたいなツイートをしていたんで、それもうね、ジャーナリストの看板を下ろした方が良いですよと指摘しました。なぜか実質賃金というのは物価との絡みがあって、物価が上がれば、まあ、つまりはインフレになれば、そのインフレ率を給料の伸び率が上がらない限りは実質賃金というのは下がっちゃうことがある。また安倍政権になってから雇用が増えたんで、つまりはこれまで働いていなかった人たちが働き始めた。すると初任給が安いというのは当たり前の話で、そして平均賃金というのが下がる。こうした現実を踏まえていない。何より我々庶民は最低時給が上がっていることを知っている。するとこんな人たち野党が今国会で実質賃金が下がったとか大騒ぎしておりますが、我々は上がってっけどなと素朴な感想を持つ。そうした時にもうこんな人たちが大騒ぎしようが何しようが、安倍内閣支持しますかって聞かれたら、まあまあいろいろ言いたいことあるけど頑張ってんじゃないの的な評価を下すというのが真っ当な論理力を持った日本人。続けて2月7日はネット界隈がざわばとなったこの話題、辻元清美さんの疑惑のてんこ盛り定食。立憲民主党国会対策委員長であらせられる辻元清美議員が、外国籍の、まあ、在日韓国人の方から政治献金を受けていた、これは政治資金規正法違反に当たる、そして罪が認められれば公民権停止、つまり議員になれない、そんな重罪を犯していたのかというね、疑惑が出たのですが、これについては振り込んだ人が悪いと立憲民主党はそんなツイートをリツイートしておりました。この番組では一つだけ辻元清美さんを擁護したのが、この在日韓国人の方のお名前がこちら、林明美さんと書いて林民名と読むみたいな一見すると日本人のお名前っぽい在日韓国の方だったんで、その振り込まれたお名前だけを見た時に辻元清美先生並びにその事務所の方々が気づかないというのもいささか仕方がないのかな。一方であの人気番組真相深入り虎ノ門ニュースの2月8日配信会で、経済ジャーナリストの須田慎一郎さんがこの在日韓国人の方が後半の監視対象になってるよなんつってね、指摘しておりました。辻元清美さんサイドは振込用紙の方に、外国籍の方の寄付はできませんよって書いてあるのに寄付されちゃった、それで確認したらやっぱりあったから叱るべき手続きを取りましたということなので、その振込用紙をデデーンと公開すれば、確かに辻元さんの方には落ち度は少なかったかなと明らかになるのですが、この番組を撮影している段階では未だに公開されておりません。2月8日配信の回では、こちらのパペットではなく、ナウン国のムン・ジェイン大統領に対してアメリカンファーストのドナルド・トランプアメリカ大統領が激おこプンプン丸になっているという話題をお届けしました。新日鉄住吉に対してのナウン国最高裁が大中止令的な判決を下し、
これは明らかに日韓基本条約並びに日韓請求権協定に違反している。これに反した時にはお互い様でお話ししましょうねという決まりがあったので、政府間交渉しましょうよと1月9日に我らが日本政府が韓国の政府の方に要請をした。そして30日以内にお返事してくださいねと伝えていたところ、そのリミットが2月8日。こちらもまたこの撮影をしている時点ではお返事ありません。よって我が国政府には粛々と次のステージに進んでいっていただきたい。1週間の締めくくり2月の9日土曜日の配信会はいわば報道しない自由祭り。俳優の新井博文ことパク・キョンペ容疑者、これについていつもなら執拗にネチネチと取り上げるマスコミ界隈が、ワイドショー界隈がほぼほぼ報じない。起こった事件のあらましを伝えるだけで、それ以上ほじくり返さないのはなぜかな。また南国のパペットではなくムン・ジェイン大統領のお嬢様が東南アジア方面にフライアウェイとばかりに、どうもなんか怪しげなお金をね持ってドローンしちゃったとか、これについてもこの手のスキャンダラスのネタが大好きなマスコミが報道しない自由、まあ、結局こんな人たちが口にしないこと、マスコミが報道しないことというのは彼らにとってなんだか知りませんがとても都合の悪いことではないかという疑惑がズブ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 となった1週間でございました。そんな1週間の中、最もいいねをいただいたのが2月5日に配信した朝日新聞の押し紙で、まだ噂の段階なのですが、 YouTube のいいねボタン、またその反対のノーグッドボタン、こちらのノーグッドの方が不正に使われている。どうも自分たちが気に入らない動画、あるいはそのチャンネルの配信者に対してダメだ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 という活動をしていることを YouTube は把握しているそうです。まあ、つまり日本においてはこのバーン祭り、これをやっていた方々がいることを八つ部さんはどうやら気づいているようで、ノーグッドボタンを組織的に連打することによって優秀なコンテンツというものまで排除されてしまう可能性というか、そのリスクに八つ部さんは気づきましたので、今後どうするかなということは検討しているそうなのですが、もちろんノーグッドというのもその番組を評価する一つの物差しではあるんで、完全になくすというのはどうかなということを検討しているそうです。そこで八つ部さんに私からのご提案、そのノーグッドって押す動画の、あるいはそこに集まってくるアカウントの傾向をビッグデータ的に集計すればすぐに分かりますよ。あの路上で中指をこのパオホンさんのようにぶっ立てて、さあこの歌歌いろうなんてね、やっていたネット民には中指姫とか呼ばれているこの先生にしても、ツイッターでまたバン祭りやるぜみたいなツイートをリツイートしておりました。なので八つ部さんにはこうネット動画というね、好きなことが言える、みんなで意見を持ち寄っていろんなことが考えられる、そして楽しむこともできる、この空間を壊そうとする、そんな輩はね、早くペッペッとしてほしいなと願っております。そしてネット番組といえば、朝日新聞の番組を垂れ流していたところ、八つ部さんがおすすめしてくるのでそのまま番組を見ました。するとそこにいたのは、なんとあの凛太郎先生。どなたかといえば、ネット民、口の悪いネット民がプリンセスパコリーヌ周4さんなどとお呼びする衆院議員、立憲民主党衆院議員の山尾詩織先生と週に4回仲良しちゃんだったと週刊誌に報じられた弁護士先生、この凛太郎先生が司会を務める番組が流れてきました。ニュースオプエドっつったかな、なんかそんな番組で、もうすっかりこんな人たち文化人になってしまったラジオパーソナリティの吉田照美さん、この方なんかも出て、厚生労働省の不正はいけないとかね、なんかおっしゃっておりました。でその再生回数を見るととても多くはない。この番組有料チャンネルなんで、そちらがメインなのかもしれませんが、いわゆるこんな人たちじゃない保守系の有料チャンネル、こちらがダイジェスト版で YouTube なんかに流してたりとかしますが、その再生回数と比較してもかなり多くはない。まあもちろんね、
こんな人たち系野党の支持率、政党支持率を全部ガチョーンと出しても 10% ぐらいの話なんで、そもそも論で分母が少ないということ。そして、まあ、こんな人たちに賛同する人たちというのは、この後に及んでもテレビ見て、うん、盛りかけいかんとか、安倍のバーカとかやってる人たちなんで、もしかしてですよ、もしかするとネットをご覧になっていないのかもしれない。するとやはり情報格差というものは必然的に生まれてくる。情報デバイトというものは必ず生まれてきます。そしてこちらの人たちは分かりませんよ、分かりませんけれど、私のようにどちらも見る思想の、ね、違いではなく、どんなこと言ってんのかな、何をおっしゃってるのかな、ファクトは何かな、なんつってね、確認する我々のような人がいて、一方で自分たちのお仲間だけは集まって安倍のバーカーとしか言わない。これらを比べた時に、そこに何がしかの差が生まれるというのは、それは必然当然のこと。そしてそうしたこともまた再生回数に現れているのかなと思うと、やはり日本の正常化というのはネットを起点として進んでいる、始まっているんではないかなと心強く思う今日この頃でございます。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは増刊号恒例謎のギターのコーナーが始まります。それでは来週も見てくれるかな。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。完全勝利席というものがで、なにモルゲットよと、赤が勝ち、ヤクザが打って赤がいる、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない、あの病気だってあなたに会えたから。